ここで伊藤はアームズ最終プロとの飛燕を手に究極のサイレントアプローチに切り替えた。ベイトフィネスによるリアクションで食わせるという。ロスフィッシュ、ついに食わせた。ベイトフィネス。グッドサイズが出た。ヘッジホッグジグでしたね。ボトルシュリンプの、ジュニアサイズですね。はい、はい、よし、この調子で出るといいんですけどね。なかなか巻き物がね、ちょっときつい感じですよね。休憩ポイントへ向かう途中、伊藤はアームズチャレンジ飛燕を手にした。ルアーはヘッジホッグティアドロップジグにボトルシュリンプ3インチをセット。究極のサイレントアプローチにかける。タイムリミットはあとわずか5分。パターンは崩壊したのであろうか。伊藤ヒット。ベイトフィネスですか。よっしゃ、おっつ。でかいっすね。伊藤の表情が変わる。おっしゃ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 。アームズテクノロジーが姿なきモンスターのドッグファイトを食い止める。おっしゃ、取った。やっぱりドラマはまたしても待っておりました。やったうわら出たぜ怪獣。伊藤はまたしても奇跡を起こした。ここ入った時にはもう風がやっぱりやんじゃって、もうそこ泣いてたじゃないですか、ベタなぎで、はい、ウルトラサイレントアプローチでさらにフィネスでさらにノーアクションで落とす、はいはい、もうそれだけみたいな。結構今回の釣りって対局ですよね。こんな感じで入ってますね。いいとこ入ってますね。やったぜまたしてもメイクドラマ、メイクドラマね。まあやっぱドラマっていうのは待っててもダメですから。メイクするもんですからね。もう出りゃあれですわね、もう鬼の首だったようにベラベラ喋っちゃうつあんだけもうね、めっちゃ暗かったですもんね。え、泣き入ってましたからさっきまで。よっしゃ、行ったぜヘッジホッグジグですね。まあバス釣りって本当に多様な取り方がありますわねよっしゃ、やったぜ。これで浜松に帰れる